1000円以下のコブライト徹底比較、ダイソー VS ゲオオレンジライトカスタムを紹介します。最近アマゾンだったりホームセンターだったり、ワークマンだったりですね、コブライトっていうのをよく見かけます。要はあの小型のですね、ライトになるんですけども、小さいなりにアウトドアシーンでいろいろ使い勝手がいいので、こちらの1000円以下のリーズナブル版ですね、コブライト徹底比較したいと思います。まずはレンタル DVD のゲオさんで売ってた充電式コブ LED ライト、なんと税込み877円です。多機能が売りで、なんと500ルーメンと比較的コブライトでは明るめですね。それと線抜き機能とかマグネットとかですね、フックがついてたりですね、あとスタンドの折りたたみ部分もついてたりしてます。はい、じゃあちょっと開けてみますね。ゲオさんのコブライトは USB Type-C ケーブルが付属しています。はい、フックと充電の穴ですね。こちらがスイッチです。これは折りたたみのスタンドとマグネットになります。線抜き部分になってますね。こちらが500ルーメン、こちらが300ルーメン、最後に点滅モードとなります。こちらはダイソーさんの充電式コブライト、なんと税込み330円です。ダイソーさんのコブライトは330円と結構リーズナブルなので USB ケーブルが付属しておりません。機能はゲオさんのものとほとんど同じですね。ただ材質がそんなに硬くないので線抜き機能はついていません。ダイソーさんのコブライトは操作が特殊で250ルーメンの時は長押しする必要があります。で続いて今日の180弱の65で点滅モードになります。はい、2つを比較してみました。見た目はそっくりですね。ゲオさんの方がちょっと頑丈な素材で 45g、 ダイソーの方は 30g と結構軽いコブライトになってます。ゲオさんのモデルは弱モードの300ルーメンでもだいたい1時間弱バッテリーが持ちます。続いてダイソーさんの方は65ルーメンのモードだと 3.5 時間ほどライトが点灯し続けることができます。結構便利。ゲオさんのもダイソーさんのもこのコブライトですね、三脚をつけれる穴がついております。で実際そんなに明るくないんですけど、65ルーメンでもですね、テーブルの周りだったら手元を明るく照らすことができるので、テーブルランプとして使われたらいかがでしょうか。こちらのコブライト、ライトが白くて味気ないという方結構いらっしゃいます。ということで禁断のですねオレンジライトカスタムをご紹介したいと思います。はい、じゃあオレンジライトカスタム、要はあの電球色みたいなですね、ウォームカラーにライトの色をカスタムしたいと思うんですけど、禁断と言ってますが、実は現状復帰可能です。使うのは、こちらのテープボール。こちらもダイソーさんに売っております。本来はテープを丸めてボールを作るっていうキットですね。で、こちらはプラモデルで使うタミヤカラーのクリアオレンジです。はい。こちらのテープボールのテープをですね、適当な長さに切ります。貼ります。
結構大きめに貼った方が作りやすいと思います。次にクリアオレンジで塗ります。ライトの部分が覆えればいいので、まあ大雑把に塗りましょう。この塗ったクリアオレンジが乾いたら、もう一度同じ大きさにテープボールの分を切ります。そしてまた大雑把に貼り付けます。周囲をきれいにカットするとオレンジライトのコブライトの出来上がりです。はい、では果たしてどんな感じの色合いになってるんでしょう。いい感じですね。はい、こちらのオレンジライトカスタムはどちらのライトでも可能です。ちょっと注意点です。ただし上にですねオレンジ色のフィルムを貼るので、やっぱりですね明るさが少し落ちてしまいます。ゲオさんとダイソーさん、どちらがおすすめかというと、強度を求めるビンビール好きなお父さんはゲオ、 3.5 時間のですねテーブルランプとして活用するんであればダイソーさんがおすすめです。それではこちらの1000円以下のコブライト徹底比較の動画&禁断のオレンジライトカスタム、こちらの方が参考になりましたらチャンネル登録お願いします。